与えめとお迎えしております。なんと世界でただ一人10種類の楽器、そして20種類以上のサウンドを操る男、サウンドマシンのパフォーマンスで今からお楽しみをいただきます。さあ声が聞こえる方、どうぞ一回特別ステージ前の方にお越しをいてください。今だいたい300名の方のお集まりでございます。始める前に 2,3 ご注意を申し上げます。今やサウンドマシン、世界のサウンドマシンとなりました。そんな関係上、カメラをお持ちの方、ビデオ等々をお持ちの方、大変恐れ入りますが、著作権、肖像権等々全くございませんので、どんどんと撮ってやってください。撮った方を Facebook 等々で流していただければより結構でございます。2つ目、最近増えてまいりました、テレビなんかに出る関係上増えてまいりましたのが、花束をお持ちの方、手土産等々をお持ちの方、大変恐れ入りますが、ステージ進行上全く差し支えございませんので、どんどんとお願いします。3つ目はこれ、じゃあ全員守ってください、よろしくお願いします。最近皆さん携帯電話を持つようになりました。携帯電話を持つ方、大変恐れ入りますが、電源を入れて友達を呼んでください。それではお待たせしました、サウンドマシンオンステージ。やり直しをします。エンターティナーを向けるときは大きな拍手と、アナウンサーからおーという大きな歓声でお願いします。 Ladies and gentlemen, welcome to our special show サウンドマシンオンステージ。ありがとうございます。最高でございます。さあ行こうぜ。よしよし、すいません、お嬢様パッと手を挙げていきます。うわー、いい手相しとるわ、んだ金持ちやな。これはまっすぐ待って、それではいよいよ始めたいと思います。いやー、そんなことないか。よし行ってみよう。村上桜で見るパフォーマンスじゃないよ。テーマが生んだ世界のエンターティナー。よし。お、よくしょ。いいシュート。お、はい。よくしょ。おっとっとっと。いいシュート。お、よっと。重いのよ。あなたもやるの。17キロ。ねえ。最高のメンバー、7人のメンバーでお届けしたいと思います。おちょっと遅いかな。はい、走るのやめて、ストップ。じゃあね、7人いるところ証明します。いいですか、7人いるところね、いるところ証明します。まずピアノっていうのをご存知ですよね。ピアノ、こんな音がします。一番こっちの端っこにいます、ピアノは。皆さんご存知ですよね、フォークギター。フォークギターがね、一番端っこにいます。こちらの端っこに。
え？どんな音するかっていうとこんな音がします。ねえ、シンセサイザーがその横にいます。横にこんな音がします。ねえ、ベースはこの辺の後ろにいます。会長の言い方やね。ねえ、ベース。やっぱりなんだかんだ言って皆さんよく知ってるのはエレキギターです。ね、エレキギターどこにいるかというとこの辺にいます。こんな音がします。大事なことを忘れてました。これがすごいんです。これがすごいこれがすごい。下降りてきな。ねえ、これ見るだけで今日合意した価値があります。いいですか、いきます。これ見るだけで今日合意した価値があります。いきます。してる場合ではございません。もう一回いきます。これ見るだけで強行した価値があります。いきます。そうです。さあ準備が整ったようでございます。大きな拍手からお願いします。笑顔で手拍子して腹の底からおーっと叫んでみようよ。素敵な幸せが舞い込んできますよ。そうでしょお嬢様、人は笑顔の数だけ幸せになれるのよ。ねえ、それにお二階の方もいいね。あんたの場合はこういう言葉があるね。ああ、笑顔に勝る化粧なし。
さあみんなで笑顔でみんなで行こう。ねえ、もう今回は最後でございます。今日3回目なんですよ。だけもう時間の方もないので皆さんのリクエストだけにします。何でもやります。演歌、民謡、ポップス、ロック、クラシックに至るまで。はい、リクエスト。何この静けさ。ほんで聞いてみよう。演歌がいい人、民謡がいい人、ポップスが、ロックがじゃあ何でもいい人でもね、今日新しいのを作ってきたの、お嬢様。これを今度またアメリカに発表しようと思ってるんですが、なんと一人で二人の声を出す。ワオじゃなくて、おお。なんと一人で二人の声を出す。そしてなんとハモってしまう。ちょっと待ってね、今朝できるようになったのよ。おかしいな。二人の声に聞こえてますか。ハモっているのわかりますか。それでは一番先にお越しになったお嬢様、あなたのリクエストやりましょうか。どうぞ。そんなに難しい質問してますか。何でもいいです。どうぞ。新しいの大丈夫ですか。新しくても大丈夫ですか。問題があると思います。それではあなたの二人の風貌からいきましょうか。二人には絆という字が書いてございます。Thank you.
世紀の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。今日ここにお集まりの皆様に大きな大きな幸せ、このリクエストちょっと高いの5000円も出てて、そんなことないか、ね、え、じゃあみんなのよく知ってる曲やりましょうか。グループサウンドヒットメドレーはいかがですか。グループサウンドヒットメドレーはいかがですか。イエーイ。あれから40年前、このグループサウンドがヒットした時から日本に素晴らしいエネルギーが湧いてまいりました。さあ、あのエネルギーをみんなでもう一回作ろうじゃないか。いきます。森と泉に初めてやな。お前のお前が好きだよ、お前を好きなんだ、だけどもお前は誰かに恋してる。さあ、手拍子だ。笑顔で元気にいこう。おとりに行くよ、おりうるさまとえ何してやってんだからさ、みんなもやってよ。ゴーゴーじゃねえんだこれ、ゴーバンです。ね、一回練習します。ゴーバン、結んで開いてゴーバンです。練習。ゴーバン、そうです。さあ、本番だ、行くぞ。じゃあね、皆さん初めて見る方もいらっしゃるようですので、楽器がどう動いてるのかもうちょっとお見せしてみたいと思いますけど、見たい人、はいはい、ちょっと聞いてみよう。この楽器なんだ。ハーモニカ。大正解。問題卒ですから、この楽器知ってる方はツズ、カズーという楽器。右足見て、右足、ほらバスドラムにシンバル、左足スネアドラムにハイハット、ギターシンセサイザー、ストップ全然無視ねえ、ベースを弾いてる。ですから7人のバンドを1人でやってるの世界で1人。どうですかお嬢さん、僕と一緒に世界回りませんかねえ、それからね、こうやって見てる方いらっしゃいますが、ねえ、ドラムがどうやって動いてるか不思議なんでしょう。足から紐がつながって動いてます。この様をちょっとお見せしてみたいと思いますけど、見たい人、ほら見て、ほら見て、ほらほらほら、
お菓子が紐がつながって燃えてるの。こういうシステムお父さんどういうか知ってます？わかんない。覚えててください。足が紐がつながって動くシステムのことを紐付きと申します。すみません、ごめんなさい。さあ、前座終わりました。いよいよ本番でございます。大道芸の真髄は人と人とのコミュニケーション、不幸と不幸の触れ合い、そう、素敵な感動と素敵な異空間。さあ、幸せ空間づくりです。さあ、今日ご一緒の皆さんと共にこのアピアから全国世界幸せを送ろうじゃないか。おお、いかん。全国世界幸せを送ろうじゃないか。おお、うわっ、つっ、つっ、お、お2階の人もつっ、つっ、あーだには人が来る、うまい店には列がつく、素敵なコミュニケーションのとこには幸せを感じる。ちょっと、ま、どうしたんだお前、悪かっちゃってねえ。さあ、素敵な幸せを感じてみようよ。あ、分かんなかった、簡単です。僕がダーリンって言ったら大きな声でダーリンと返す、ただそれだけです。行くぞ。もう知らんふりしていっちゃったよ。行きます。ダーリン、ダーリン。皆さんでお願いします。ここが心を一つにしてみんなでコミュニケーションができるかできないかで、明日のアピアがあるかないかにかけます。よろしくお願いします。ダーリン、ダーリン。スペイン、元気？さあ、止まっていくの？見ないで。いいか。もう一回いくよ。ダーリン、ダーリン。スペイン、ダーリン、ワンピン。それでは皆さんの家族の幸せを祈って声かかなかっていきましょう。ダーリン、ダーリン。そう、グッド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 。だけどね、もっとハッピー、もっと元気になれる方法があります。それはどうするか。ダーリンという声とともに右手をダーリンと突き上げる。さあ、やってみようじゃねえか。あの矢沢永吉のコンサートに、ね、まあ、行ったことない、タオルを投げんでいい。さあ、右手を突き上げる準備をお願いします。お2階のお客様も全員行きますよ。今来たお嬢様もマスクを取ってやばいね。そう、行きます。Thank you.
だって15分前から始めてもう50分が過ぎてしまった、真っ青に晴れ渡った青空の下、今日はこんなに素敵な皆様を頂いて本当にハッピーです。そんな皆様に最後に心を込め感謝を込め、僕の一番好きな曲お届けしましょう。お届けしましょう。やっと入っちゃう。真っ青に晴れ渡った青空の下、今日はこんなに素敵な皆様と泣いて本当にハッピーです。そんな皆様に最後に心を込め感謝を込め、僕の一番好きな曲お届けしましょう。真っ青に晴れ渡った青空の下、今日はこんなに素敵な皆様と出会えて本当にハッピーです。そんな皆様に最後に心を込め感謝を込め、僕の一番好きな曲お届けしましょう。ありがとうございます。それでは皆様の心に残る名曲一曲、それと僕は今世の中は本当にみんな幸せになればいいと願いながらこういう活動をしています。人の幸せでどこから来るんだろうという考えの中からオリジナルを作りました。君を幸せにしたい、2曲続けます。お聴きください。皆さんごめんなさい、すいません、大事なことを忘れておりました。今日は大道芸でございます。あの大道芸というのは昔からすいません、こういうものがつきものなんですね。これ忘れてました。何が分かる？分かんない。分かんない方に教えます。財布の中から四角いやつを出してください。折りたたんで入れていただくと幸せになるというのは冗談ですよ、冗談ですよ。でもいいと思った方はお願いします。それではお聞きください。君を幸せにしたい。
君を幸せにしたい。秋風が優しくて運んでくれた人の身の中きらめく出会い、見知らぬ二人時は止まり、僕の瞳を同居しました。サウンドマシンのワンマンオーケストラいかがだったでしょう。面白かった、来てもらった、ありがとうございます、ありがとうございます。私たちの本気でした。素晴らしい先人たちの熱意とエネルギーが日本に多くの多くの世間に誇る幸せを作ってまいりました。でもなんか最近その幸せも心配になりつつある今日この頃でございます。今一番必要なのはありがとうという言葉の中から醸し出される思いやり、そんなものが必要な時代になる中、地域がこれからは田舎の底力、地域力が日本を支えていく、そんな時代になるような気がします。アピアは多くの地域の皆様と共に32年、これからも地域の皆様に愛される、そんなお店作り、そしてこのアピアに多くの人が寄り添い、みんなが励まし合い、素晴らしいコミュニケーションができていく、そんなスペース作り、そして皆様の生活を支える、こんなお店作りを目指し、これからも邁進してまいります。みんなで地域を守る、そう、地域の素晴らしい明日を、未来を、このアピアに託し、みんなで素敵なアピアを作っていこうではないか。さあ、みんなどうよ、二人の世界へ、僕と描いた夢、さあ飛び立とうよ、明日に向かって素敵な花を咲かそうよ。君を幸せにして、君を幸せにしたい、いつまでもここまでも君を幸せしたい、君を幸せにしたい。皆さんでお願いします。君を幸せにしたい、大きな声で、君を幸せにしたい。二人はつがい、つがい、あんたいい奥さんって幸せだよね。働かんでもいいでしょ、ね、お金は稼いでくる、頭がいいだな、綺麗だな、ねえ、ねえ、兄が奥さんに世話になって早30数年、これからまだ50年世話になるんだよ。奥さんにこんなこと言ったことある？君を幸せにしたいってない、覚えがない。よし、この832周年を迎え、これを機にどうぞこれからも奥さんに世話にならないか、そういう思いを込めて大きな声で君を幸せにしたいです。はい、幸せに、俺に向かって言われたら困るんだよ、気持ち悪いよ。奥さんに向かって言われこんなことめったにないからな、奥さんに向かって大きな声で言うんだよ、君を幸せにしたいです。はい、君を幸せにしたい、君を幸せにしたい。アピアでみんな幸せに、ね、どうもありがとうございました。さあ、この後は小次郎の、日本一の小次郎ジャグリングショーでお楽しみいただきます。そのまましばらくお待ちください。ね。